します。お願いします。はい、じゃあ、今日の、やることは今までとね、ちょっと、スケールの方は、やり方を変えて、うん、全部の5つまでのね、シャープから1個2個3個って増えていくののスケールを全部振ってみようってことで、はい、で、アーティキュレーションね、うん、まあどうやってみた、はい、うん、全部のじゃあそれかおちゃんがやったやつをなんとなく聞かせてもらうようにしようかな、はい、うん、で、25番はまあこの前までのでちょうどよかったんだけど最後だし少しテンポを上げてみようねって話だったから、はい、まあかおちゃんができうるそのテンポを聞かせてもらってそれで、かっこよく仕上げておしまいにしましょうかね、はい、はい、で、新しい、やつも来てるから、はい、それのさらい方もちょっとやって、でどう、ことの葉はどう、あ、やってみました、あ、やってみた、 OK、はい、じゃあそれを確認する時間も作るね、はい、はい、じゃあそれではお願いします、お願いします、はい、ことの葉の、うん、はい、演奏をちょっと4小節ね、はい、うん、ちょっとやってみて、はい、うん、あ、ここから、うん、あ、ね、最初からでいいよ、はい、やったスケールは初めての課題だったんだけれども、5つまでのキーをイメージ、その自分が何調を吹いてるかっていうことをイメージして吹くってことが何しろ目的なのね。なのでここにヒントいっぱい書いておいたけど、調合をまずはしっかり頭に入れて、運びが全部で違うからそれを頭に入れていくっていうことね、ゆっくりでもいいし、あとは時には全部はできなくても早いビートをちょっと自分で練習してみるとか、そういうことも大事だと思います、はい、で、この下3段ね、この辺になってくるとリズムを自分の頭の中で歌ってないと暴走してしまうから、指の力をねしっかり入れてやるようにしましょうかね、はい、で、練習曲の方は今日もう正式におしまい、一冊ね終わりました。で、とっても練習は良かったと思うんだけども、気がつく場所がやっぱりちょっとこう指のこととかね、転んじゃってることとかっていうのに気づくことが多分ちょっと難しいんだと思うので、今日やったような練習の仕方で自分の音をよく聞きながらまたやってみてください、はい、じゃあ次回は26番をねやるようにしましょう、はい、で、ことの葉は音をね拾うってことが2小節頑張ってできたので、はい、これからも少しずつやっていきたいと思います、はい、ちょっとリズムにイメージが違ったところがあるのでそれちょっと手直ししましょうかね、はい、後でね、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。